How's it going, everyone? My name is Michael S.K., and welcome back to Wonderful Every Day. I believe this is the 50th episode of our playthrough here with Wonderful Every Day. I don't think we're halfway through the game. I honestly have no way of telling what point of the whole game we're in. I don't even know where we're at in this route. I've kind of just been thinking this route will end somewhere around July 20th, which we are coming up on, so I want to say that this route will eventually be coming to a close. But yeah, 50 episodes. It's been a lot of fun coming back to this, and I've been absolutely hooked. I hope you guys have as well. In the last episode, a bunch of crazy shit was going down, kind of going off of the previous episode, the one previous to that. Takuji was like in the Dark Realm. A bunch of weird shit was happening. I don't think I can explain it. It'll just sound really stupid coming out of my mouth. Other than that, Takuji has basically been planning things out to kill Senegawa, the teacher that allowed Takashima-san to be bullied. So, let us read on. School should have been starting soon, but there was hardly any other students. Yesterday, the school was perfectly normal. This change happened overnight. It almost looked like school was canceled. I didn't go into the school building. I walked toward my secret base instead. I don't have very much time until the day when I must return the world to the sky. I still have a great many things I must accomplish. That's a lot of people right there. Holy shit. For some reason, there were a bunch of students gathered by the entrance to my secret base. What are they all doing so close to my secret base? ごめんなさい、急性子様。どうした？立花、瀬名川の様子を見るのがお前の仕事のはずだが。あ、それは大丈夫ですよ。ちゃんと見てます。それとは別件なのですが、少しだけお時間をいただけないでしょうか。時間？仕方がない奴だな。君は？赤坂メグです。高島の呪いを解いていただいた。ああ、そうか。ということは、君が。はい。私が、北見里子です。そう。それで、他の連中は？はい。救世主様にお会いしたいと。 Damn. I guess in fear, everybody feels like Takuji really is a savior of some sort. それで、なんでここにいる？すみません。まずかったですよね。ああ。ここは僕の秘密の場所だ。僕の元に下る者以外、近づけるな。Especially if they don't have faces.それなら大丈夫ですよ。全員、救世主様のもとに下ろうとするものです。お？さっきから瀬名川先生の名前出てるんですけど、今日瀬名川先生死ぬって本当ですか？なぜだ？噂になってます。ほう。なるほどね。でも、瀬名川の他にも死ぬ可能性がある人間も多いんじゃないか？それってそうですね。瀬名川先生が死ぬのなら次は私である可能性だって高いですし、まあ他の人間かもしれませんが。それって君たち二人、それに瀬名川、これに橘を加えた四人、その意味がわかるだろう。どういうことですか？赤坂と北見と橘と、それと瀬名川先生は何かあるんですか？ああ、あるともさ。終わりだ。やっぱり赤坂と北見のせいなんだな。
あと橘、お前もかよ。はい、私のせいですよ。なら私たちは助かるってことじゃない？だって呪われてるのはその4人だけでしょ。連れてくるなら連れてくるで、なんでちゃんと説明しておかないんだ橘。ごめんなさい。でも救世主様の口からの方が説得力があると思いました。So she's pushing the work onto me. 7月20日に世界が終わることと高島ザクロの呪いは関係ない。当たり前だが、一個人の怨霊が世界を滅ぼす力などあろうはずもない。ならあのメールは、あの高島さんから送られてくる不気味なあれは、あれは彼女なりの君たちに対する愛あるメッセージだよ。彼女は君たちを助けたい一心なんだろうね。助けたい？ああ。ならば質問するが、なぜ彼女は世界が終わるというメッセージを出し続けるんだ？それは私たちを恨んでるから。ふざけんなよ！恨まれてるのはお前らだけだろ！大声を出すのはやめてくれないか。あ、ごめん。まあ、確かに君たちのように高島ザクロと直接面識がない人間までも彼女が恨んでいたとは考えづらい。Of course not. Though she must have hated all the people who saw her being bullied and did nothing. 恨みでないとして、彼女が死してなおメッセージを出し続ける意図は？なぜ世界が終わるというメッセージを君たちに出し続けるんだ？メッセージの意図。助かる方法があるからでしょうか。正解だ。え、マジで助かる方法があるの？だからてめえは高島に恨まれているから助かる方法なんてねえよ。 Damn. 君、何度言えばわかるんだい。ごめんなさい。赤坂めぐ、北見さと子、そして橘君香、この3人が呪いで死ぬことはない。え、なんで？こいつらが呪われてるんでしょ？その呪いはすでに僕が解いた。解いた？ああ、だから彼女たちに対して高島の怨霊がつきまとうことはない。って、もしかして瀬名川先生が死ぬのって？ご名答。彼女の呪いを僕は解いてない。未だに彼女の恨みは瀬名川から離れてはいない。高島の呪いって死ぬの？なら、もし私たち呪いを解いてなかったら。当然、今日死ぬのは私たち3人になってたかもしれませんね。ならなんで瀬名川先生は助けないんですか？なんで頼まれてもいないことをしなければならない？でも、呪いで殺されるなんて、せめて瀬名川先生に教えてあげても。解いてしまった2人の呪いは全て瀬名川について回っている。それを解いたらどうなるかわからないのかい？え？ Man, he is a really good liar. 行き場をなくした怨霊は君に取り付くことだってありえるんだよ。それでもいいなら彼女の呪いも解いてあげようか。あ、いや、今の嘘、ごめんなさい。なんだ？間宮先輩って数日前に予言なんて当たらないって言ってたって聞いたんだけど。なんだそれは。2年の横山靖子って私のクラスなんですけど、間宮先輩は予言なんてありえないって否定してたって。何？What the hell? What does that mean?
I don't remember saying that. それはいつの話だ。え、高島さんが自殺した後に聞きましたけど。Bizarre. That's impossible. I don't remember talking to her at all that day. What is this? それって考えが変わったということですか。いや、違うよ。僕が考え違いなどするわけがない。そうだろう？え？あ、はい。そうですよ。救世主様が考え違いなどするわけありません。予言が嘘などということ自体が世まい事だ。予言は確実に進行している。それって20日に。ああ、そうだ。ちょっと待ってよ。それって全員死ぬってことなの？ああ、そうなるかもな。そうですね。全員死ぬ。全員。そんなの困るよ。だって私死ぬわけにいかないもん。まだやってないことばっかりだし。それに死んじゃったら私のお母さんだって悲しむし。それなら問題ないよ。君のお母さんも死ぬから。んだそれ、問題ないわけねえだろ。君バカ野郎。いたって何すんだよ赤坂。あんた何様だよ。救世主様に向かってなんて口聞いてるのさ。 Wow.I guess Takuji is accomplishing his goal of actually convincing people that he is the savior. 救世主? He's also accomplishing his goal of getting a following. 今、マミヤく…いや、マミヤ様、確かにそうなるかもって言いましたよね。ああ。あと、助かる方法があるって言いましたよね。ああ、その通りだ。マジで?助かる方法あるのかよ。答えろよ。 The female student grabbed my labels. Ah, jeez. Yeah, kick her ass. Don't ever touch the savior. I was surprised. After Akasaka knocked her over with a punch, Kitami jumped on top of her, and started hitting her. What a team.For girls, they're awfully accustomed to using violence. I was shocked by their skill. 相変わらずすんげー。 So that's the true nature of the two girls who terrified Tachibana and Takashima-san. Anyone would want to commit suicide if they were getting bullied by these two. She groaned quietly and stopped moving. All the girls huddled there, frozen in fear.世界は終わるんだよ。そうじゃなきゃおかしいだろ。私の彼氏も死んでるんだよ。世界は終わる。でも助かる方法があるんだよ。 Oh wow. Your boyfriend dying has nothing to do with the end of the world. You don't understand at all. 助かる方法。マミヤ様のお話、みんな聞きたがってます。聞かせてくださいね。困った連中だ。助かるために必要なことなら何でもします。何でも用意します。私も何でもします。何でも。 Just how desperate are these two? Was it that hellish getting the curse mail the past two days? Or past few days? One of the basics of brainwashing is to completely destroy a person's individual personality, but destroying someone's personality through fear normally takes quite a bit of work. After finally being freed from Takashima's curse, and then immediately being faced with the end of the world, most people would try to follow someone else. 太古の話だ。天の神は地上にあふれかえる人々、巨人族が悪行を繰り返すのを見て絶望された。神は地上のすべてを洪水によって滅ぼすことを決心され、そしてそのことを優れた預言者に伝えた。
優れた預言者は神の意図をよく理解し、その家族と共に巨大な箱舟を建造した。その間、預言者は世界が海に沈むことを人々に知らせようとした。だが愚かなる人々は誰一人としてその言葉に耳を傾けようとしなかった。知ってる、それって旧約聖書のノアの箱舟。 It's a popular one。 ノアの箱舟を完成させると、家族とその祭司、そして地上にあるすべての動物のつがいを箱舟に乗せた。果たして世界は四十日四十夜の大雨に包まれ、そして地に行けるすべての者たちを滅ぼし尽くした。雨が止み、空が青空になった後も、水は150日の間地上でその勢いを失わなかった。つまり箱舟を作ればこれはあくまでも古い話さ。それにその時に神は人々に約束をしている。生きとし生けるものを絶滅させてしまうような大洪水は決して起こさないと。もう起きないの？だったら世界は大丈夫なんじゃ。だから言ってるだろう、神が約束したものはあくまでも洪水は起こさないであると。つまりこれから起こる世界の破滅に箱舟など建造しても何ら意味などない。火事の家で傘を差すようなものだ。全くの無意味。なら時が来たら話してやろう。だけど僕も全ての人間を救うほどお人よしではないんでね。あの安心しろ、貴様は助けてやる。本当に？あの私は安心しろ。私あの私。 Damn, y'all gotta calm the fuck down。 問題ない。それより救いたい友がいるのならば連れてくればいい。誰でもいいんですか？本当ですか？ Y'all need to calm the fuck down, I already said。 ただし必ず僕の予言を信じた者だけだ。もし予言を信じない者を一人でも僕のところに連れてきたら、ここにいる全員誰も絶対に救ってやらない。おー、はい。The group dissolved. They could act freely, but if they bring a single non-believer to me, I won't save any of them. If one person betrays me, they will all die. I made sure that fact was clear. さてと。 I was kind of worried, like, someone might come here, pretend they believe and all that, but now it's not even worth the risk. Another one will die from the roof into the courtyard. They will keep dying and you can't stop it. Soon it will all end. Anyway, I sent out the prediction in one of Takashima-san's messages. I did tell the prediction to some of them directly, but this is still the most effective way. Now then. What is this feeling? なんだ。Yeah. これ。Our frequencies don't match. This feeling. It was the same as the first time. Why? リルルちゃん。No, great. なんで周波数が合わないんだ。The holy surge was already tuned, but this feeling... やっぱり、ゆうべの。Last night, White Dedede-chan and Black Dedede-chan fought the final battle that stretched across the universe. Every single Dedede-chan was turned into chunks of meat. But since someone was trying to reach me with the holy surge, that meant... 昨夜の僕が再生したリルルちゃんが復活したということか。 What a miracle! Of course, I only did it because there was a possibility of success,
But I actually succeeded in reviving an angel. Sure you did. Fear the savior, Mamiya Takuji. The first time she called out to me, but this time was different. I had to call out to her. I carefully started tuning. After taking that much damage, she must be desperately sending the Holy Surge out to me. I used my power as the savior. I used my fearsome powers of concentration to search for Dedede-chan's Holy Surge within the infinite sea of frequencies. Wow. I slowly adjusted the super-dimensional vibrations to match her frequency. My holy surge rises above dimensions. Oh, I'm sure it does, man. The road illuminated by the M-theory. I break through the film of the second dimension. I break through the films of the third, fourth, and fifth dimensional frequencies. The sixth, the seventh, the eighth, the ninth. The frequencies of the 10th and 11th dimensions. The M in M theory stands for magic, for mystery, for membrane. I don't like the inclusion there. It is the most important prerequisite to be a goddess. I'm sure it is. The circuit in my mind felt like it was on fire. My quantum mind connected with all dimensional spaces. The mind of the savior is the quantum mind. It traverses the infinite multiverse and accomplishes this great feat. Did we do it? This music is very off-putting. Take shape. No, I don't think we're there yet. Close, but no cigar. Oh god. Oh no, that's not right. That ain't right at all. Holy shit, what the hell is this game? Even using the power of the savior, that was my limit. I only managed to restore her voice. Her body still looked like a bad scribble. なんでリルルちゃんそんな形になってしまったんだい?なんでって、タカジ君がそう想像したからなんだけど。僕のせいなの?うん、多分この体ってあの絵そっくりだもの。 Dedede-chan pointed toward the picture I had drawn on the wall. Oh, so that's why she ended up looking like a scribbled drawing. I was the one who drew that awful scribble that she ended up looking like. うん、大丈夫だよ。 次回私を呼ぶときにちゃんとしたイコンを見ながら正波動にチャンネルを合わせれば問題ないはずだよ。ちゃんとしたイコン?うん、タクジ君が望むイコン、それを用意すれば完璧だよ。そうか、ちゃんとしたイコンか。イコンの形さえちゃんとしていればどんな姿のリルルだって呼べるよ。そうなの? 当然。だって私は魔法少女リルルだよ。それより昨日の戦い。あ、そうそう。なんか黒いリルルちゃんと戦ってたよね。リルルちゃん。うん。あい
つがいつも私の邪魔するんだよ。邪魔？そう、あいつは悪いやつなんだよ。だいたい黒い色って悪魔の象徴でしょ。うん、だからあれは悪魔なんだよ。邪魔って主にどんなことをするの？タクジ君だって思い当たることあるんじゃないかな。すんごく嫌な感じ。You know, that, that scene with Kagami and her sister, that's not the scene that we saw. Someone pointed this out in the comments a few episodes ago, but some things were changed. What had occurred here in Takuji's route were not exactly what occurred back when we were in Yuki's route. There were some differences. I'm starting to believe that the story is not exactly one-to-one, but you also got to remember...This is Takuji's point of view. It's gonna be very strange. そう、タクジ君が嫌う独特の周波数を出してる奴らは全部悪魔なんだよ。独特の周波数？うん、その周波数を黒波動って言うんだけどね。黒波動？そう、私が発するのが正波動。そしてあいつらが出す漆黒に染められた波動、それが黒波動。漆黒に染められた黒き波動。うん、黒波動には気をつけてね。まあ、タクジ君は救世主だからそれに染められることはないけど。染められる？もしかして黒波動って何かを染めるの？何かをなんてもんじゃなくて全てをだよ。黒波動は全ての存在を漆黒に染める。すべて。そう、すべて。黒波動を持つ者は世界すべての破滅を願う。だから世界を空に返そうとする私やタクジ君を邪魔ばかりする。もともとは私の影みたいな檻みたいな存在だったんだけど、それがどんどん大きくなってしまって。なんでそんなことに？クロリルルは人々の不安を食べて増殖するの。ここ数日に世界中の不安が一気に増大したから。世界中の不安？そうだよ、人類は無意識によってつながっているの。タクジ君の周りだけが不安がっているわけじゃないんだよ。すでに世界すべてが不安の中にいる。空は不安の言葉で満ちている。それまずいじゃないか。うん、だから今日は私のお父さんがこの世界に降臨する予定なんだよ。I'm sorry, what? ん？リルルちゃんのお父さんって、それって…そう、全知全能の神、ヨグソトースだよ。I'm sorry, what? ヨグソトース、それが神の名。そしてそれが今日、降臨される。うん、救世主である。タクジ君に会うために。少し緊張するね。大丈夫、ただ今日みたいにタクジ君もある程度チャンネルを合わせないと。なんで？全知全能なる神って世界そのものなんだよ。世界そのものを見るんだったらそれなりの高みに登る必要があるでしょ。例えば二次元の人間が二次元すべての世界を見渡すためには。三次元的視点から？そう、だからタクジ君も高次元にチャンネルを合わせないといけないの。でも大丈夫だよ、今こうしてできてるんだから。うん。 Meeting with God. To think I've come that far. The Savior will meet with God. The Father himself. それより気になったんだけど、タクジ君、タクジ君の偽物の存在に気がついている？ The fake Takuji. 僕の偽物？ Oh boy. どうやら私がタクジ君についているように、クロリルルも偽物のタクジ君についているようなの。偽物の僕。あ、 Now that I think of it. Yeah. マミヤ先輩って数日前に予言なんて当たらないって言ってたって聞いたんだけど。
You see, even I was trying to think back to like... to what Takeshi's been up to. I don't think he said anything along those lines. Plus, it'd be weird even if he did, you know? Well, the day after Takashima-san committed suicide... Shit, what happened that day? Everyone was talking about the Webbot project. That's what I was thinking about. やっぱりここの辺りあるんだ。あるね。なるほど。クロリルルが僕の偽物を作り出して、僕の予言の邪魔をしていたのか。そうだよ。だからタクジ君、ほら、これ。Is it a gun? なんだい、これ。燃えのアイテム。Oh, that sucks. Huh? これ白衣だよ。いや、よく意味がわからないんだけど、なんで白衣なの？萌え萌えっていうのは冗談。真面目な話、これはね、私の衣装と同じホワイトマターでできてるの。ホワイトマター？そう、白物質と呼ばれる物質でね。まあ簡単に言えば、この衣装は白い素材じゃなくて、白という概念そのものでできてるわけなの。We have to use whiteness to destroy the darkness. 白という概念そのものでできている。そう、シドリルルそのものと言ってもいい。それって、神のクラス。This is God's cloth. そう、タクジ君にふさわしいクラス。I see. Now that I think of it, saints always have holy robes. As the savior, my holy robes are the concept of whiteness itself. These robes suit my position. Are we losing her? Huh? What is this sound? When I looked up, Nidoduchan was gone. I was alone in the darkness of my base. Akari. There is a light on. Was it on before?Well, that's not important. 携帯の着信音。A message from Tachibana? What is it? The message only said something big just happened. Something big? しまった。I checked the clock. It was already 6 o'clock. Holy shit, a lot of time passed. すっかり砂川に呪いメールを出すのを忘れていた。これでは、予言の成就が。What a failure. I totally forgot about the curse mail. 救世主ともあろうものが。 In the darkness, I nearly fell over, and my head was hurting. まずい。とりあえず地上へ。やばい。もう夕方だ。 Well, that's usually what 6 o'clock means. It was already starting to get dark, excuse me. 知らない間に時間が。I don't know where the time went. I'm completely untethered from the progression of time. I heard voices from behind the building, or behind the school, excuse me. The voices were coming toward me. Holy shit, that's a lot of people. A crowd of people surrounded me before I could escape into my secret base. They must have been waiting for me to appear. Damn it. Did they come to ask me why the prediction didn't come true? Tachibana's voice is shaking. She's scared. Oh, this is bad. Even the strongest person in recorded history would have trouble fending off this many people. My only choice is to run. But can I? When should I dash? Crap, don't rush it. Stay calm and make a logical decision. I'm the savior. Mimashita. 違う。これは。 Anyway, I have nothing. I have to say something. I have to come up with an excuse. 本当に砂川先生は死にました。橘君が感動しました。救世主様の力に。あ、あのだな。What did she just say? 救世主様の指示通りに。中庭で待っていたら本当に瀬名川先生が落ちてきて、もう
ぐっちゃんぐっちゃんになりました。な、何？4階の屋上、5階部分からだから必ず死ぬとは限らない高さなのに、それはもう見事にはぜてました。 Just like I ordered you to。 はい、私に時刻と場所を指定してくださったじゃないですか。 I even specified the time and location。 そうなの？あ、そうだ。 I remember. Every time my phone vibrated, I sent a message to Senegawa, and I managed to drive her to suicide. Why did I forget that? これか？ The black surge is the cause. That's why my memory gets fuzzy sometimes. あの、救世主様、大丈夫ですか？ I guess that explains why we always wake up and we have no idea why the fuck we went to sleep. 大丈夫だ。 Or how, or when, or where. Crap, this has happened to me before. When time jumps ahead, when I'm missing parts of my memory, it's all because of Black Dedede's black surge. これが救世主のマミヤ様。Who are you? はい。これからは救世主のマミヤ様は必ず誠意をまとわれています。なんだそれを。え？メールで、マミヤ様、自分の偽物が歩いているから気をつけろって。私見ましたよ。偽物のマミヤ様。Okay, so she's the one who spoke with the fake one and got that false information. 偽物の僕を。はい。声とか顔とかそっくりなんです。でも雰囲気が全然違うんです。なんかこう嫌な感じ。はい、それです。気をつけろ。それは黒波動だ。黒波動？ああ、悪魔が出す周波数だ。通常の人間ならば最初それを違和感として捉えるはずだ。だが長時間その波動にさらされることにより完全に染められる。完全に染められる？ああ、悪魔の思想にだ。悪魔の思想。そうだ、黒波動には気をつけろ。 No, I'm the one who really has to be wary of it. The black surge is incredibly dangerous because it can interfere with the savior's brain. My memory loss earlier and my headaches, those must have been attacks or been irregularities in my savior brain caused by the black surge's attacks. I don't know when the black surge will attack again. Is there nothing I can do to stop it? No, think. I've obtained all knowledge and wisdom. There's no world that my savior brain can't solve. Think. Think and choose. Find the correct choice within the infinite possibilities. Wow, I really wonder, what choice should I make here? You know what? I think we need to save it here, because I can't make a decision on the spot. I think when we come back, we'll make a choice on what to do to move forward. So thank you. Thank you all for coming out for this one. I hope you all enjoyed. If you did, leave a like, subscribe, all that fancy jazz, and I'll see you guys in the next one. Take it easy.